こんにちは、ダイスです。今回はマリオラビッツギャラクシーバトル続きからいきましょう。スペースウォッシャー号に乗り込んで次の惑星に向かいます。接続中。続いては豪雪峠みたいです。もうすぐ豪雪峠だね。一面の銀世界に真っ白な雪。きっと心が現れるだろうな。寒そう。寒いところだからこそ、外で食べるフォンデュが格別だったりして。そうだ、到着したらホットココアでも飲んで一服しませんか？すごく充実した旅になってますね。現地の大気を分析したところ、気温が通常よりも大幅に低くなっているようです。山の上に強いダークネスの反応を検知しました。はい。今までよりさらに危険な敵がいると思われます。危険な敵。ところでビーポ、フォンデュはやけどする人が多くて、後片付けも大変なようですよ。ご飯の話してる。フォンデュに夢くらい見たっていいだろう。まあ。なんか顔が怖い岩のところにありましたね。先ほどの分析通り、ここは美しい銀世界というより、白い荒れ地といった趣ですね。ここから北側の山にダークネステンタクルの反応があります。この凄まじい吹雪を引き起こしている原因は、おそらくそれでしょう。雪だ、吹雪だ、水泳だ、湖はどこかな、どこかな。何言ってるんだよ、ラビッツルイージ。怒られてる。とにかくこの星にもオーギーのような番人がどこかにいるはずです。はい、探しに行きましょう。番人。それとは別にあの木の中に強いエネルギー反応があります。ダークネスとは異なる波長ですが、吹雪による電波障害で詳しくは読み取れません。スパークスがいますね。気になるね。調べてみましょう。怪しい木を揺らしてみます。木を揺らす。助けられましたよ。大丈夫？おお、飛んでっちゃった。すごい。デシベル。わーい、見つけてくれてありがとう。僕はデシベル。わかったよ。叫ばなくて。ごめんね、僕声大きいみたいなの。それよりね、一緒についてっていい？戦えないけどきっと役に立つからさ。僕ね、音波の力で物を動かしたり壊したりできるんだ。本当だよ。ともしびビーチでも見たけど、スパークスって本当にすごいんだね。でも何してくれるのかな。おお、何僕の中からデシベルの声がします。あそこの橋見えますか？デシベルの力を借りれば。すみません、声が大きくなっちゃいました。やり直していいですか？面白くなりましたね。あの石の橋を倒せば先へ進めるはずです。ビーポのシェイクパワーというものが使えるようになりました。特定のものを揺らしたり壊したりできるみたいです。 ZR ボタンで。おお、わ、すごい。進めるようになりました。これはこれ壊す？お、壊れた。中からコイン。じゃあ全部壊してみた方がいいみたいですね。この先は何だろう。揺らす。特に何もない。特定のものを壊したりできるみたいなんですけど、特定のものは石とかマークがついてるものだけみたいです。なんか到着しましたよ。氷の足止め。初めての氷のステージです。ゴールエリアへ向かえ。あれ、新しいスパークス。よかった、助けに来てくれたの。君たちが勝ったら仲間になるからバトル頑張ってね。ホワイトクローはスペシャルスキルで僕たちを凍らせてくるよ。倒した後も氷爆弾に気をつけて。とにかく急いでフィールドの向こうへ行こう。ということでバトルスタート。レベル上限が解放されました。ん？あのキューブを100回は動かしてみたけどダメだった。残念ながら上に誰かが乗っているブロックは動かせない。何があるんだろう、ブロック。キューブを動かせない。ということかな。ここ？あ、これ？どうやってやるんだろう。上に誰かが乗っているブロックは動かせない。お、動かせた。こういうことか。すごい。もう完全に謎解きですね。はい、上の段に来ました。で、これも動かす。はい、動かせました。ショートカット。これも？お、隠し扉発見。外へ。あれ？キノピオさんたちがいる。この格好寒いです。そうですよね。え、この天気じゃ雪だるま作りはお預けですね。どうす雪だるま作りたかったのかな。とりあえず進みます。まっすぐ。で、行けるところはあれ、こっちも行けるんだ。何かありますね。なんだろうこれ。入れてる。あと入り口が2つある気がします。なぜでしょう。ん？ここでいいのかな。入る。中に入ってみました。吹雪になってからここに隠れてるんだ。そのうちやむよね。へえ。これも奥に進むように動かしていくみたいです。はい、次はこれも？おう、ショートカット。ここからまた下に降りれますね。降りるのかな。降りる。ん？次はこっち？あ、何かある。え、でも動かしとかないと上上がれないですよね。どうやって上がるんだろう。謎。が違うのかな。いけましたね。で、はしごを下ろす。ブーストブーツをもらいました。次はどこだろう。どうしたの？ダークメシテンタクルが出てきてから変な天気になっちゃった。これかな、やってきた狼。これな感じがしますね。行ってきます。敵を倒せ。ああ、新しい子出てきました。ゴースティー。わあ、助けに来てくれたんだね。早くここから一緒に出たいよ。ボッチーニがイービルサイトを使ってる時は近くで動かないように気をつけて。見つかったら撃たれちゃうよ。ではバトルスタート。お、ゴースティが仲間になりました。もうちょっとみたいですね。回復。次はこっち。はしごを下ろす。降りる。で、ここもはしごを下ろす。これでつながりましたかね。多分つながった気がします。そして中へ。また不思議なところ。中入って上上がる。これは動かしてこないとダメなんだ。いや、本当に謎解くの1個ずつです。これ動かして、で中に入って、できた道を進む。で上上がって、これも橋を下ろす。はい、降りました。たら進んではしごを下ろす。これは、あ、抜けられた。なんか隠し通路みたいになっててすごく面白いです。外へ出る。まだまだ先ですね。共に戦う兄弟。なんだろう。長距離の攻撃。ルイージさんで合ってます？まさに適任ですね。よかった。あとはマリオさんも一緒に行きますか？うん。さすが息ぴったりの仲良し兄弟ですね。はい。2人？っていうことでしょうか。ちょっと今までと趣旨が違う感じがします。2人だけですね。共に戦う兄弟はマリオとルイージのことでした。ゴールのエリアまで向かいます。だいぶ遠い。じゃあちょっと見に行きましょう。ここに1体ウサギ2体いる。はい、こんな感じです。で、ゴール向かうのもこの道ですね。進まないといけないのは右側じゃなくて左みたいで、あ、後ろにもいるでは行きましょう。スチームパンクロングシューターを入手。それなんだろう。ロングシューター？はい、ということで多分中腹ぐらいまでは来た感じがします。ただこの先の道がちょっとわからないので、次回ここから進めていきたいと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。See you!